今んとこワールドワイド上位格ゲーマーしかいない人来年とかどうなってる。いや大きくは変わんないんじゃない、まあ、だからガチの才能、まあ、もういわゆる才能あるやつ、まあ、格ゲー以外に行くんだろうね。もう違う、若手で目つけてる人とかいない。いやまず全然わかんない。てかさ、スト5、まあその若い子も増えてるじゃんもちろん。でも結局上が辞めてないからさ、なんか結局平均年齢上がってない。引退した、いやそうだから、いやどうなんだろうな。他ってその若い人が出てきてる、上が辞めてるのはまずあるよ。上が辞めねえんだよな格ゲー。勝てなくなったらさすがに辞めるっしょ。いやそのなんか勝てなくなる定義がむずくない？いやその FPS もさ、選手寿命短いって言うけど本当はそのまあもうちょっとできるよね。いやそのやろうと思えば実際はで、やろうと思ったらやれるけど多分やめてるよ。まあもちろんその衰えとか下から這い上がっ、あその上がってきてとか押し出されてはもちろんあるとは思うけど、ソロとチームの差、まあそこもあるだろうな。確かに、まあ自分の責任だからな基本的に。モバとか FPS はもうバチバチやるのいいっすわ、みんなやれる。まあそのストリーマーがとかもあるからね、動線として。だから格ゲーマーはなんかまあなんか難しいとこやな。なんか格ゲーっていうものがその、まあ、いわゆるその FPS とかモバに比べたらその反射神経とか動体視力とか周辺視野とかがまあそんな必要ないと思うんすよ。いわゆるそのなんか加齢で衰える能力、まあ他で補える部分が結構格ゲーは多いとは思うのよね。だからまあ選手寿命が長いはもちろんあるんだけど、単純にでもやめてねえはあるなっていう。いや格ゲーだからもう異質だよ。まあ選手寿命が長いことはまあまあいいこと、まあまあ王子にとってはいいのかな。まあ良し悪しあると思うけどな、全体で見た時にはみたいな話もあるし、なんか別にね、そのセカンドキャリア的な話でそこがあれば、そこがないからとも言えるし、強い若い人が現れたらかけるみたいにごぼう抜きして優勝して目立つよ。いやまあもちろんそうなんだけど、少ないよね。もっとなんか数十人規模でいてほしいよ。ほかげはそんな感じでしょ多分。でそれがその本当に下から上がってんのか上がやめてんのかがちょっと分かんないから、まあ分母、まあまあそうだね、分母、まあまだちょっと分かんないよな歴史が。まあ数十年の話だもん、数十年、数十年もないかプロシーンに関して。海外勢はメナとか分かんない。いやだからさ、その海外勢メナとかパンクとかって言うけどさ、やつらって別にその5の時に10代で出てきたわけじゃん。でそのそいつらが今最前線で、でまあもう20中盤じゃん。そう、平均年齢上がってるよ。だ本来はそこでそのまた新たな10代のやつらがなんか世界大会優勝してとかトップでっていうのが起こらないとダメだよ。でなんか海外って若いプレイヤー出てるじゃん。海外ってね、上が引退してんだよ、それこそ。だから日本、今の話って結構日本が異質説もある。例えばジャスティンってもうその競技シーンにはそんないないじゃん。でもジャスティンって別にあのやり続けてガチでやってれば別にまだ最上位に来れると思う。でもまあもう半分引退なのね、その競技シーン的には。いやなんかね、その勝てなくなったから裏に行くのか、その裏に行ったから勝てなくなったのかっていうのはなんかその難しい。あのやっぱね、まあ、ハングリー精神ってやっぱ大事で当たり前だけど、なんか若いのってやっぱ それは強いと思うんだよね。やっぱその年取って、まあ、丸くなるじゃないけどハングリー精神はやっぱどうしても、俺は年齢で衰えると思うから減ると思うから、いやその若い時の絶対勝つぞっていう気持ちと年取った時だとやっぱ若い方がそこは絶対有利だと思うから、まあその責任がとかね、守るのが増えるとかももちろんあるんだけど、責任だからまあそれってめちゃくちゃその実際でかいから、まあモチベーション的な話よね。まあそこがまあちょっと裏方に回るってなったらやっぱ実力って落ちるんだ、同じだけ時間ゲームやってたとしてもね。だからなんかその勝てなくなったから引退したっていうよりは、
その、まあ、気持ち的に引退したからその、まあ、実力が、まあ、落ちてくるというか、まあ、それだけの熱量でやらないきゃそりゃそうなんだねっていうあれだから、まあ海外はやっぱな、なんか俺のイメージ的には若いプレイヤーが出てるっていうよりは上がちゃんとやめてなんか回ってるって感覚なんだよ。まあそれこそ別 に日本も出てるからね、若いプレイヤーそれちゃんと、ただそのおじたちがずっといるからなんかそのなんかそのまあ目立ちきれてはないよ。おじやめっか芸人、確かにあの芸人、これなんか前もこの話したけど、芸人の世界になんかちょっと近いよな、日本の格ゲーシーンとか ストーカー、ストリートファイターシーン、なんか明石家さんまとかダウンタウンってもうずっと位置一緒じゃない。ダウンタウン別に20代30代の頃から今のダウンタウンの位置じゃん。タモさんとかビートたけしとか明石家さんまとかももう数十年同じ位置じゃん。いや芸人世界はだから若手、だって今4お笑い芸人さ別になんか40代とかで出てきて若手じゃん。いやでも実際そうじゃない。いや格ゲーもその世界線あるよ今後。なんか30お30生きのいいの出てきたなっつって35歳とかその上が50とか60でずっといたらさ、あ生きのフレッシュなの来たねっつって、なんか実際ねスト2がそうらしいんだ。スト2とか30後半ぐらい出てくると大型ルーキー現るみたいな、そう上の世代が今もう50とかだから若いのあ若いのにやっとるねっていう。最新タイトルはそうならんのじゃない。いやでもスト6が実際さそのまあ樋口とか山とかがまあ若手でやってるじゃん。でもやつらもう22よ。結局このまま推移していくと、その22って、いや若いけど、その、なんかいろんな e スポーツとかで考えたら別に、特別若くはないわけじゃん。大卒はさすがに。でもその、その山樋口クラスのプレイヤーももっといてほしくない。それで言うと。あの、まあ22が若いかどうかはまあ置いといて。まあ若いとしてもさ。まあ、もうちょい欲しくない。ジョニーもう27よ。もう分かってな感じじゃん。いやでも実際あの平均年齢上がってるから、まあ、若いんだよね別に27って。格ゲー界隈ではももちいくつ。37です。2月で38ですよ。38って